ございます。グローバルゴンのアタクです。ゼイボイズのひろしです。ゼイボイズケントです。さあ久しぶり、お久しぶりです。ご無沙汰しております。本当ご無沙汰ですね。はい、つかみ頼み入れるのめっちゃ久しぶり。そうですよね。もうなんか僕てっきり NG 出されてるかと思ってました。たくさんえ NG 出されてるのかな、この番組に関して。レックス様ね、これね、はい、最初ね、準レギュラーのようにかなり毎回出てたんですけど、もう2回に1回は出てたんですよ。しかもなんか最近ね、この過去1戦2戦ぐらい結構調子といいますか、そうなんですよ、目標達成できてるみたいね。過去2戦2人ともプラス1枚達成してるんですよ。あ、2人とも、はい、2人ともなんですよ。が2回連続、はい、なんで今日3回目がかかってます。はい、ああまあまあまあ大丈夫だと思うんですけど、はい、まあ、一応確認だけしておくと、僕は1回もプラス1枚行ったことがございません。そうですよね、はい、おそらく結構なマイナス毎回出されてるイメージがあるんですけど、僕はあのケンタスですらプラス1枚出してますからね。さあ、そしてルールのおさらいなんですが、ルール、まあ、この番組はですね、プラス1枚を目指す番組になっておりまして、はい、プラス1枚獲得しますと視聴者の方にプレゼントと名産品をですね、プレゼントするという番組になっております、はい、プラス1000枚目指して頑張っていきましょう。今回の、名産品は、うん、はい、鹿児島の焼酎万全という銘柄をね、お届けしたいなと思っております。万全と、はいはい、でですよ、気になるのは今日はどっちとやるのかなっていうところなんですけども、はい、出てきますね、はい、出てきますね、はい、今回もね、さあこれで決めたいと思うんですけど、はい、ちょっと一回シャッフルするね。ちゃんとガチャから、たくさん、もうこれね、あの大体長さ一緒なんですよ。一緒なんです、最近ももうあんまり出場出場じゃないとかじゃないです、はい、もうどっちでもいいっす、はい、ありがとうございます。じゃあ開けますか、開けましょう、はい、じゃあ一斉のでみましょう、はい、せーので、旗揚げ対決、旗揚げ対決、はい、はい、というわけで旗揚げ対決なんですけども、はい、私タクの指示に従って、はい、旗を上げ下げし、先にタクの指示に従わなかった方が裏方でございます。あー、あ、なんか赤上げてとかシール上げてのやつ。そうですね、よく見るやつですね。まあまあ、まあ、こういうやつ、オックスな、はいはいはい、俺赤だっけ、ラッキー、いや、あるやろ、ある、白もある、あるよ、白もあるよ、白ある、白ある、白あるけど、まあ、ここ白あるけど大丈夫ですか。ちょ、大丈夫じゃない。さあ白はあるっすよ。さあ行きましょう、うん、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、白はあるね。2人とも何もこれに違和感感じないですか。なんですか。いや、取っ手がついて持ちやすそうだなとかは思いますけど、じゃあ行きます。10キロって書いてある。10キロちゃんと上げてくださいね。はい、はい、行きます。白上げて、いいね、白下げて、白上げて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 、白下げて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 、はい、ヒロシアウトー。俺ね、頑張ったっすよ。きつかったね。俺頑張ったっすよ、マジで。いやー、いい戦いやったと思ったんやけどね。ちょっと疲れた。やらせや、この番組。ちょっと疲れた。おかしい。はい、し。ちょっと疲れたっすね。いい勝負。いい勝負やったっすね、でも。さすがいい勝負。左手プルプルしてます、はい、ということで、はい、はい。今回はですね、はい、ケンタさんと一緒にやるんで、ケンタさんは、まだ一緒にしましょう。裏方になります。はい。で、もう僕、このままヘイドアウトしちゃう感じ。そうですね、もう裏方。裏方な。はい。おかしいでしょ。ということで、はい、今回もといいますか、はい、この2人にそうですねなりましたんで、まあなんか久しぶりなんで、そうですね、まあ変わってるかもしれないし、ちょっとね、お互いね、だいぶ変わってますよ、成長してね、成長してます、してます。やし、最低2人、はい、今回もね3回連続のプラス1枚ですね、はい、はい、かかってますんで、はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、出参ります。はい、おはようございます。これいきましょう。もうですね、今、まあ、どこのオールさんも力入れてるというね、番長3で今すごく相性がいいんで、これからスタートしたいと思います。で、一応この台を、まあ、確保した理由としては、まあ、今どこのオールさんも番長3、まあ、力を入れてるだろうというところと、まあ、毎回ですね、この丸光霧島店さん、バジリスク絆、それから番長3がですね、真っ先に埋まるという状況からですね、番長3の方を、チョイスしました。で、まあ、僕の印象だとですね、角台、番長3の角台が、まあ、調子がいいことが多かったので、今回ですね、ちょっと島の場所は変わってたんですが、角台を確保しました。
もうこれ勝利の方程式はバッチリでしょう。さあ7回以内に対決が欲しいところではあるんですが、うわー商店街ステージ、これ対決チャンスですね。はい、さあ対決には、負けてしまったので、まあ、リセット時の 10% は取れてなかったということですね。ただ朝一ね、ベル7回以内に、まあ、対決が来たんで、まあ、リセットの期待は高まったと。さあ一応、ベルモードのゾーンであります、15、16、17ですねに差し掛かっております。よし、これで対決はいるだろうというところですね。なかなか浅いところで対決行ってくれてますね。さあどうだ、ここはきつい。あとは何を引くか、カオル先生の煽り、MB、まあそうですよねからの特訓で、一応ベルからの、対決からの特訓なんで、今この間にベルをたくさん引いて対決内容をいい対決に書き換えるというところなんで、ただただ打つだけではなくベルを一歩が引きたい。さあ対決、あきちゃんのメンコ、マジ運動飯、こいつで勝負じゃ。うわきついか、もう延長戦、あー何も引けん。はい、おーうおー勝った、よし。はい、やりました。183ゲーム完全勝利、いただきジャーニー。よーし、早い、投資が3本ですね。さあ幸先よろしいですよ。で僕は今何を願ってるかというと、高台寺に行きたかったんですが、対決勝負じゃ。めんこかー、うまい。さあめんこ大きいっすよ、バーン。はい、よし、イエイ、これは勝ちましたよ。はい、色が青、よし、おー豪大寺もいった、あーたまんないこれ。一応豪大寺は、対決が確定しておりまして、その対決で勝利をすると番長ボーナスと、ここでやれるかやれないかで大きく出玉が変わってくるはずなんで、しっかりやりたい。さあのりおちゃん、バドミントン、いけよ、よし、はい、よっしゃー、バッチョーボーナス、うまい。さあ一応番長ボーナスにも赤と青の概念があります。当然ね、あ
青の方がよろしい。えらいボーナスとなってる。オッケー、これで青番長ボーナス、誰で行こうかな。いや、最初は先生にお願いしましょう。青7ですからね。はい、だベルが13、12個がたまりました。で巻き戻すと、これがねやれたら強いんですよ番長3。まあこれはさっきねストックしてるんで安心でございますよ。はい、セット目でステージに期待。あら今、なんていう名前だ、金剛園だったかな。まあ、この鹿さんのステージにいるとベル天井が32になるんですよ。なんでもう間もなくですね対決。うん、さあ今見えてる分はないんでループを取ってるかどうか。普通ですね。ダメか。はい、2セットで400枚。あーないと。まあ朝一にしては幸先よろしい展開でございました。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。いやーなんか何にせよちょっとうちに、まあまあまあそんなめっちゃこっせえて打つつもりじゃないんでいいんですけど、あこっちにしよっか。とりあえずリセットかかってそうな方を取りましょう。昨日すげえね、あすげえ、でもまんまいってんのかな、これいってるかいってないかぐらい、すげえいいグラフ。オキドキ使ってんのか。そうなると話変わるけども、オキドキが空いてないか。まあ、とりあえずこれで頑張ります。はい、ではやっていきます。一応ね昨日はもう6年もおかしくないような履歴になってるんで、あくまで下げりせ狙いね。なんか何回か来たことあるんですけど、前日とかそういうなんではないかった記憶があるんですよ。おい、じゃあセッチ69ゲームでやめます。さすがにね下げっぽい A 選ばれたらもう目も当てられないんで、ちょっと探しに行きます。はい、じゃあ70ゲームで2代目のオキドキやめて、まあ他の機種見に行きます。マイジャーがね結構ガックンチェックしてる人いたんですけど、見える範囲で見てるとガックンしてなかったんですよね。とりあえずガックン見ましょうか。高架機動隊スタンドアローンコンプレックスセカンドギグ。お前らおとなしく経過は良好だな。ガックンなし。もう一台やめ。はい、じゃあ次は高架機動隊スタンドアローンコンプレックスセカンドギグ。僕学校チェックして、あの前日計算したら今739ゲーム目なんで、まあ一応強気の天井狙いで打っていこうかなと思います。素直にデータを信じて、素直に学校を信じると、あと5ゲームで天井で、常連さんが学校チェックしてたぐらいなんで対策はしてないと思うんですよね。で高架機動隊学校分かりやすいんで、そこ見間違ってないはず。え嘘、1ゲーム早いで。お前は俺には今899ゲーム強気で、そのAttach!
た。天井1ゲーム手前だった。マジかよ。まあまあ許すけど、こうなったら。よし。ということでとりあえず AR 程度確定したんで、まあまあよしとしましょう。はい、ということで313枚と10ゲームの話かな。はい、ということで頑張りまーす。はい、というわけで、75ゲーム415枚。9ゲーム。チャンスアップ。あ、2回ともチャンスアップ。はい、ということでチャンスを。これ滑り見る。よし、オッケー、チャンスからトータル枚数ってきて455枚。ということで12ゲームでこの台やめて次の台探しに行きたいと思います。さあ、こうギガ出ました。さっちゃんね、まあ、ベル32位からの対決。こうはまあ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 、さあ対決バドミントン以外。よーし、変更は最強。普通やけど引けよ、なんか続け。よし、あー白か。よし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 、190叫ぶ完全勝利でございます。ラッキージャーニー、持ちメダルで当選ですね。いやーよろしいよ、調子よろしい。あー、お願いします。ナイス。はい、1セット126枚で終了。しょうがない、何もできんかった。2セット181枚ですよね。あ、今んとこ、まあ、いい要素であれば ART が初当たり3回引けてるというところと、まあ、チェリーからの対決があった、まあ、通常定格であればというところですね。よし、オール。さあ、早い対決でございますよ。ベルからやったんですね、4回から。オーケーオーケーオーケー、強いのは分かったから、まあ見とかんね。はい、あーくそ、中押しとかしてみます。
やってへんよ。でももう一個攻めて。だー、行っちゃった。よし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 、俺の歴史にまた1ページ。行きましょう。いやー、ものにしましたね。で、もう一回。はい、勝利。ちょっと長かったですね、311ゲーム持ちメダルで、ギリ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 持ちメダルです。当選。よし、うわ、追加投資します。さあ、ループストックに期待しましょう。普通です。うわー、ないよね、そら。はい、セット98枚終了です。よっしゃー、あった。いやー、ループ取ってる。よし、よっしゃ、取っとって、鹿さんで、一応ループストックが 25%、それから 50%、80% とありますんで、もしね、次も継続するようであれば 50%、80% にちょっとね、期待していいんじゃないかなという状況にはなります。よ、これループいいの取ってるかもしれない。よし、あった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 。いやー、なんとかつなぎましたね。さあ、2個ありましたからね、ループストック2個あるってことは3個あってもおかしくないんですよ、もう。ここまでか。とりあえず3セット282枚。か、2個か、ループストックは。パオル先生で引き戻しの煽りの特訓に行きそうですね。行きそう。今回はね、浮かれないっす。特訓に行っても浮かれない。俺が男の特訓。分かってます。粛々と淡々とレバーをしましょう。お願いします。さあ、対決誰でしょうか。相撲以外ラグビーはあるよ。今2人行きましたね。元気ほつらつ。俺に任せろ。うわ、勝った勝った。これえ、チェリーで書き換えて当たったのか引き戻しなのかっていうところですよね。もうとりあえず当たりました。よーし、よーし、いやー、いやー、
早い、よし。ただ最後のチェリー引いちゃったんで、そこの書き換えの可能性も出てしまいましたが、まあ、引き戻しの可能性もあると。これは少しいい要素できましたね。続いてくれよ。ダメか。おっとびっくりした。さあ2日目。いやー、おったね、びっくりした今。なんとか首の皮1枚つながった。このね、もらったチャンスを生かすっきゃないでしょう。さあ1個あった。2個目も欲しいです。ないっすよね。2セット、まあ、引き継ぎですね。326枚っすよね。あー、うまくいかんな。はい、では次はマイジャグラー2の当日484ゲームでビッグチュレギュラー5と、まあ、現状ねぶっちぎってる台なんで、まあ、これをちょっと様子見で打ちつつ、まあ、他の免許種などもチェックしていこうかなと思います。さすがに僕もね、くす玉でもバチッとね結果出さんとやばいんでね。だってまだオープンしてから1時間ちょいですよ。1時間ちょいでなかなか僕ジャグラー打つことないですからね。おい、先ペカ150ゲーム単独、単独ビッグボーナス持ち込みに当たっております。162ゲーム単独ビッグボーナス、お、135ゲームチェリー重複、チェリー重複のレギュラーボーナス、あちゃー、290ゲームビッグでお願いします。はい、チェリーかどうか分かんなくなったけどビッグボーナス、46ゲームでレギュラーボーナス、がとりあえずね打ち出して、今ちょうど100回目のブドウを取ったんですけども、悪いよね、 6.75 現状ね、現状 6.75 分の1なんで、今のところ設定1以下っていう感じになっております。まあそれでもね、まだ670ゲームでしょ打ち出して、まあ、まだ分かんないんでね、まあ、もうちょっとしたらもう一回周りの様子見に行くとして、まあ別にブドウ悪いからってこの台今すぐやめる理由はないんでね、もうちょっと頑張ります。115ゲーム先ペカ、チェリーチョークのレギュラーボーナス、中間報告、はい、中間報告、中間報告始めました。おいっす、どうなんですかお二人は。はい、すげえ右手のあたりがベタベタしてた。いや僕もですね、はい、ちょっと手が汗ばんできた感じなんですけど、いいじゃないですか、いいじゃないですか、もう行きましょう、このまま。もうケンタの脇汗がね、はい、僕の左肩にめっちゃ当たってるっていう。さあどうか、でどうなんですかお二人今。僕の方が今バンジョー3を打ってまして、はい、まあ投資が4本、はい、
で持ちメダルがおそらく300枚ぐらいなんで、まあ、プラス100枚ちょっとあるかなぐらいの状況ですね。台自体は悪くないんですか？そうですね、初当たりも軽くて、まあ引き戻しかなみたいなサンプルも一回取れたんで、ほう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 、まあもうちょっと続行してもいいのかなというふうに思っております。はい、はい、なので僕がですね、まあ、おきどきのリセ狙いでバラエティの酔い腰の天井狙いしてジャグラーの良さそうな台を見つけて今粘ってるところでございます。で投資が、14本、はい、で今持ちメダルがどんぐらい500枚ぐらいかな、で、まあ、200枚ぐらいマイナス、まあ、ちょっとですね、まあ、全然まだまだ今からプラスで今いける範囲ですよ、2人ともね、はい、うん、でまあまあこの後どうしようかなって感じですわ。プラス1000枚なんでね。そうですね、うん、である程度強い機種も、まあ、見えてきた、はい、そうですね、見えてきましたね。ヒロシ的には今はどういう状況に見える？やっぱりバージリスク絆が今日は当たりかなと。まあ、なるほど、うん、まあ、でも絆当たりって言われたらもうこっちはもう抽選の時点でどうしようもない。そうですね、うんうん、やっぱり一番最初に埋まったって聞いたんでね、うん、あとは、あとはハーデスが、そうです、ハーデスもちょっと強めかなと思いますね、まあ、半分ぐらいプラスになってるんで、はいはいはい、その2台で2機種ですねがちょっと強いかなと僕の中で思ってます。あとはあれよね、なんか謎に朝一からD に勧められてまくってたラブジョーが、ラブジョーですよ、ラブジョーがやわよくわからんけどやたら出てるね、ずーっとね、今もうウエピーがもうラブジョー、ラブジョー言ってたら昨日から言ったんですね、本当にラブジョーが強いっていう何今日、まあ、でもヒロシがいるんでそこはもう協力して、そうですね、はい、まあもう協力僕はもう歩き回ってまたね、はい、少しでもいい台があれば、ね、おすすめしますのでお二人に、はい、今日午前中全然活躍できてないんで、そうだね、後半戦頑張っていきたいと思います、はい、じゃあ1000枚目指して頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。たくさんも、若干のマイナスで、僕の方もまだ投資が4本ということで、まあまだ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 何とでもなります。さあノリオさんと対決、割れましたね、ベルでございました。ちょっと早い、よし、さあ勝ってもいいんですよ、はい、ダメと。さあ逆に何も落ちてないとかだったら熱いとかねあるかもしれない。バスケットボール、これチャンス目は多分書き換えの抽選のはずなんで、この時点ではまだ1ゲーム遅かったら確定なんですが、頼みます、よし、イエス、アップルヨッサー、いやー、なんとかチャンスをものできました。156ゲーム持ちメダルで当選です、よし、よし、うわー、いた、さきちゃんとの対決、赤い、赤いよ、よっしゃ、はい、ストーク、はい、このまた対決できました、一回バドミン、またバドミントンいけるよ、あー、うわー、秘訣、
さすがにね、さすがに。さあ、何はともあれ、そっちは一つ。さあ、またさきちゃんとの対決。ジェリーからの対決ですね。よし、赤い、イエス。これはいってやろう、赤い。もうこれはいただいてますよ。はい。さあ黄色、ループストックに期待。おーし、取った。イエス。まだまだいくよ。あーない。さあ1個でしたがもらいましたね。なんで今3つ持ってるんで4セットまではいきます。やっとなんか人波来そうですね、ついに。はい、さあリアルキャラステージに行きたいですね。はい、かっこいい。3日目、まあ、ここも当然期待するのは豪大寺。はい、はい、さあ4日目、ここでなんとかしないといけない。これ継続の演出の時にバス追っかけるじゃないですか。僕昨日の夢でなぜか救急車を追いかけてたんですよ。で救急車を追いかけながら雪絵はおもちゃじゃないってなんか叫んでたんですよね。誰や雪絵って、全然意味不明な夢やと。さあループストックを、取れてるのは間違いないんで25%以上なんで、まだあることを期待しましょう。エアヤク、打つ、よし、ある、イエース、まだった、イエス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 。やっぱりあれよね、お昼ご飯食べてる間に稼働結構上がったね。多分 AT 機とかに移動考えたら今のうちぐらいしか時間なくなるんですよね。そのあたりをどうするか。97ゲーム単独、お、単独できる。あ、またよそ見してたら当たった。もう207ゲーム、ビッグボーナス。ハーデスで初当たりがやたら軽いだわ。開いたん、あ、でも一撃臭いね。一撃臭い。ここまではまあ間違いなくループじゃないですか。ここの3つは32を超えてるかなとは思ったんですよね。昨日2万枚いってますけど、これ、まあ、2万枚いってる。これがプラス収支でとりあえず終われっていう話ならジャグラー打ってんね。ああ、そうですね、プラス1000枚ってなるとってことですもんね。移動しようか。じゃあ高設定のはずなんで。オーケー。というわけでハーレスに移動します。
さあ頑張ります。ハーデス587ゲームから今ね、サマイカマイナス100枚ぐらい。デジャグラムもちろん分かんないですよ、やめたのは。分かんないか分かんないですけど、まあ、データ表示上は悪くない。ただ単独レギュラー1回デベルが170回ぐらいしかブドウね引いてない中では設定1以下と。でまあそういう台打ってたらね、もうここで見切らんとプラス1000枚に対しては拉致が開かなくなるんでね。雷で来てっぱい、え、まだいんの？結構間空きましたけど、928ゲーム、ヘルゾーン。さあ、ヘルゾーン、黄色か。ちょっと、やつを呼びましょう。続く赤よかった。いや安心したっす、僕は滑ってしまうのが大だったんで。いやよかったっす。オッケー、なんとかなる。でこれでハーデスで500ぐらい乗せてもらってじゃあまず別にハーデス出てこないから、え、ハーデス出てくるわけちゃうから。あ、もう出てくるようになってます。あ、出てくる。大丈夫大丈夫。あ、そうだよ。じゃあサルタ頑張るわ。ヒロシ、ヒロシに逃げていったやつ。いや、まあ分かってたけどね。まあ頑張ろう、ケルベルスで。はい、50ゲーム。あ、オッケーオッケー。あー、何事もなく166枚。さあ、本当この波をねしっかり掴んで、これでプラス1000枚いくぐらいのね勢いでいきたいです。あれ、はい、よし、イエスイエスイエス、イエス、イエス。俺の歴史にあと1ページ最高。誰行ったれ。あお、うー、危ねー。いやー、また上乗せすることができました。はい、さあ6日目。さあここも祈りましょう。まだあってもおかしくない。ああダメか、6セット562枚。まだ諦めてないですから。うわー
遅いやろ。1ゲーム目に引いたら引き戻しとかないですか。さあ17は超えました。ちょっと悩みんこですねこれ。悩みんこどうするかってことですね。今現在プラス、まあプラス多分ねこれ200枚やから300枚ぐらいはプラスなんよ。300枚ぐらいあと700枚。うん、やけん、だ残り時間とかを考えたらあれを打ち続けてもなっていうのも、まあ良さジャグがあればいいね、いいジャグラーがあればそっちに移動するのはいいんやろうけど、ないんよね。ないんよね。いや俺も結構回るようやけどないんよ。だけん、まあ、まあとりあえず1振り32までやって、うん、そっから。そうやね、まだそんなに時間が全くないわけじゃないけん、まだもうちょっと32ぐらいまで追ってみても全然いいんじゃない。 で、ね、で俺その間にまた探しよっけんさ。ちょっと頼みますわ、うん、それでいいと思います。けんちゃん、はい、あのまあ軽く聞いてほしいんやけど、はい、まあ、花火で、はい、まあ、ガス弾125分の1の台が開いてるんですよ、はいはい、いう台が開いてて、まあ、花火やったら、まあ、まだワンチャン1000枚いけるスピードは持ってるよなと思ったんですけど、まあ、ちょっと見てみようか。ああそうね、ちょっと見てみよう、ね、うん、はい、こちらの花火なんですけれども、あのままですね番長3を打ち続けると、まあ、プラス3枚1000枚にはちょっとリスクが高いのかなと思いましたので、2台目この花火でなんとかプラス1000枚を目指したいと思います。あ、たくさんすいません、あの絆で7スルーの台があったんですけど。あ、マジで。はい、お前ら地獄やな。まあでもチャンス掴むってなると、でもハーレスよりは確実にワンチャンは来ると。打つか、チャンス目引いてるし、ツアー最後の勝負かけます。どうやってきます。今な、何これ7スルーの PC5 2ゲーム目で、多分2ゲーム目ってことは多分月見たんやろうね。で月見てここで悪い月ってやめた可能性があるとすると、モード N の可能性すらあるというね。41ゲーム多分広角にはいた。はい、ブーブーなっております。45ゲーム、チャンスリプレイから LED 黄色、まあ何でもいいですけど、ところで、まあ、N っぽかったら、 N じゃなかったらすぐやめるし、 N の可能性があるならもう一発打ちたいしって感じなんでね。さあ、ベル8してました。しかも一回押し順間違えたし、ということで、まあ、少々あれですけども、何はともあれ行きました。しかも当たり方も BC の当たり方も悪くなかったんで、だ継続率2個持ってるかも、もしかしたら。これ目いっぱい出ればまくれるからね、まくれるっていうかプラス1000枚いけるからね。64、で
多分継続率2個持ってたと思うんで1個使っちゃったかな。早速よー、 NC 降格よーし。右左。チャージからビシーン飛んでる。間に合った。狙い中。左左チャンス中右左トータル291枚。3セット目中右左中左合格なしか。カフカー377枚今日はこれにて終了にしたいと思います。ではエンディングいきたいと思います。お疲れ様でした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 。なんか暗いですね、お二人。どうしたんですか。なんかお昼の時とちょっとテンションが違う感じなんですけど、お二人揃ってなんかどんよりしてますけど、顔が。今日あれですね、確か3回目のね、3回連続2人プラス1000枚取るっていう確か流れだったと思うんですけど、早速結果ちょっと聞きたいんですけど、どうだったんですか。投資が、30本、はい、回収が350枚ぐらいなんで、まあ、乾杯です。乾杯です。乾杯。まあでも無茶なことはそんなしてない。そう、正直、はい、ね、一日通して、はい、攻めた結果ですよね。そうですね、プラス1000枚っていうものに対してのアプローチはしたつもりではありましたので、悔いはない戦いだと。悔いはないですね。そうです、よかったです。ゆったは年が10本、はい、ほうほう、価値がゼロゼロゼロでございます。ゼロ、はい、昔に戻った感じですね。そうですね。いや、ただですね、はい、番長3、うん、あれは悪くはなかったと思うんですよ。まあまあグラフもね、考えたけどね、すごい良かったけど、ね、伸ばせへん的なね。途中で何度もまあチャンスをね、いただいたんですが、うん、それを生かせずと生かせずいう状況で、うん、まあ目の前に金の山があるのに鎖で繋がれて取れないみたいな、はいはい、まあまあそんな状況でしたね。ああ今、今だいぶちょっと先走りましたね。よくやる、ニコ生でよくやるんですけど、うん、もう先走っても出口が見えない、触ったんじゃないですか、うん、あと一歩目の前にあるのにみたいな、はい、そういう状況を伝えたかったんですよ。4回目ですよね、お二人。4回目ですね。4回とも全部負けてる。僕が負けてますね、うん、いやただですね、僕が広志側に、ま、回るとするじゃないですか、裏方に、うん、で、まあ、裏方の方が、まあ、秋台とかね、見ながらみたいな感じだと思うんですけど、ね、広志以上に僕、見つけれないですよ。それは認めるんだね。率直に探せないですよ。はい、なんか広志、結構歩いてたよね。そうですよ。まあ、また見せます。まあ、前回もね、僕実はこれ出してたんですけど、はい、あ、そうそう、はい、今日、私、広志ですね、はい、走歩数12,067歩、歩いたね、何キロ、何キロぐらい。今日8,446メートル歩いてますんで、はい、約 8.4キロ、今日ホール内歩き回ってます。お疲れ様でした。はい、いいね、頑張ってます。いい有酸素運動。そうですね、494キロカロリー消費してます。次回また頑張りましょう、ケンちゃん。頑張ろう、うん、たくさん。またね、次はちょっとね、組んでいただいて、次また来年になるのかな、もしかしたら。そうです、ね、結構先っすね。それだいぶ先です。まあそこまでくす玉があるかどうかもちょっと分かんないですけど、あれだろ、するよ。そこは2人仲いいんすね。そこはちゃんとコンビ組まれてるんですね。今もハモったね。ハモったね。じゃあ次回です、はい、もしね、次からまたたくさん来ていただいた時は、はい、ね、いよいよまあ5度目の正直と言いますか。そうそうですね、5度目の正直でしっかりね、はい、またあのダンベル仕込んでもらって、はい、次はケンちゃんがね、はい、ね、
またね、次回頑張りましょう。はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。告白する時も、あーデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ